皆さんこんばんは。武田邦彦の本当の話、番外編深い話の時間です。今日は第4回目でお届けいたします。この番組は言葉、体、神様、自然、食、医療など深く考えて人生に生かす番組です。この番組の主催は中部大学特任教授武田邦彦先生です。先生、今回もよろしくお願いいたします。日本のこの文化ですね、はい、日本の文化っていうのはもちろん江戸時代までは日本の文化だったわけですね、はい、でこの日本の文化っていうのが中国とかヨーロッパの文化よりか進んでいたと、はい、いうことなんですけどね、江戸時代の末期に。ただ、中国は中世ちょっと前ぐらいですね、からヨーロッパはまあ近世になってですね、プラクティカルな現実的実用的な分野では日本よりかはるかに上だったんですけど、その魂自身とか考え方とかそういった社会の基本構造とか人間に対する理解、こういうのは日本がずっとずっと上だったんですね、はい、ところが、具体的な技術だとかものの社会の考え方っていうのがちゃんとしてると心とか人間とか自然とかいうことに対しても上じゃないかと錯覚したのが実は日本のインテリだったんですよ。それでそれはまあごく最近まで続いてて、僕が名古屋大学に移った時に、名古屋大学から論文を提出しろと、で50報っていうから50報書いて出した。そしたらその中にはまあ日本の機械学会とか金属学会とかそうそうたる世界のそうそうたるレベルの学会が入ってたけど、はい、日本の論文は全部除けって言われたんですよね。ヨーロッパとアメリカに限る、うん、ね。今の国立大学でもヨーロッパとアメリカで勉強したものを日本に教えるということが今でも名古屋大学の工学部なんかの教授点の教授に任命をされる元になってるんですね。でそれがやっぱりだん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 心とかそういうのに波及してきて、まあ、現在では和魂洋裁だったけど、まあ、洋魂洋裁になってしまったと。それがまあ今の日本の日本人の非常に不幸をもたらしているというのが僕の考えなんですね、はい、ですから日本人がもう一回幸福になるためには、うん、やっぱり日本の文化が最も世界で優れていたと、はい、その現実をよく知るということが、ね、うん、大切だろうと、まあ、そういうふうに思うわけですね、はい、それでまあ片山先生にまあ3回やっていただきまして、はい、自然と、はい、自然と神と精神だったかな、精神ですね、はい、で今回は第4回目ということで、はい、まあ、日本人の心の姿勢ということでお話をお届けしておりま す、ね、心の姿勢というタイトルはついておりますが、どっちかというとやや今までのまとめという意味合いもあるんでね、はい、そうですね、はいはい、では改めてご紹介いたします。今回第4回目もご登場いただきます、一般財団法人市政学術協会市災塾の代表でございます片山健先生です。先生、今日もよろしくお願いいたします。今回もよろしくお願いします、はい、では早速お話の方お願いします、はい、前回精神の話のところでちょっと説明が抜けておりましたことを思い出したんですけども、はいはい、要するに精神は大自然のエネルギーであると、日本人は捉えた。でこの精神がですね、やがて、密度の濃い体と、密度は薄いけれどもそれを、司る心に分かれたというところで、今回はその精神から分派した心の話であるということでお届けさせていただきたいと思うんですけども、ここはねもう一回皆さん方に確認していただきたいんですけども、いまだに、多くの日本人の方々が精神と心を、一緒くたにしています。まあ専門家の方々も同じような言葉遣いをされたり、されてるんですけど、ここはですねはっきりと定義を踏まえていただきたいと思いますので、心とはまず何かというところですけども、はい、見ていただいたら分かるように、心のところに心思いう文字を使っています、はい、まあ、これは実際に辞典にある本なんですけども、実はですね、日本語の、言葉っていうのはだいたい2つの文字を組み合わせていくと、だいたい大陸的なお名前ですと一文字の方が多いし、まあ、私もたまたま一文字なんですけども、よく健一とか、太郎とか2文字使われますよね。これはねやっぱりその表と裏は一つである、あるいは上と下は一つであるという発想思想のもとだと思います。もともとこの心というのもこのように書いていました。
でね、これは何を言ってるかというと、いわゆる心という文字ですね、これは心臓の象形です。ですから構造を表していると、心の、そしてこの思うはですね、田んぼに心、田んぼっていうのは要するに、いろんな生命のエネルギーの取れるフィールドですよね、まあ、これを表した文字がこの田という、縦と横が交わったところの生命の湧き出るところ、それに心をつけています。つまりこの心っていうのは構造と機能というところで、私はもう、ずっとこの心っていうことを、記載するときには必ずこの二文字を使うというところなんですが、まあここにはひらがなを使ってね、最初に説明をしないといけなかったのでひらがなを使っております。で、精神との違いは何かと言いますと、まあ前回も申し上げたように、精神はエネルギー、そのエネルギーから濃いところ、密度の高いもの、これが肉体である。そして密度は薄いけども、この肉体を、コントロールするといいますか、この肉体を動かす機能、こちら側を心と、いうことです。ですから、心は精神の分派であって、精神イコールではないと、まあ、全く関係ないわけではないですけどね。だけどもここは非常に重要なところです。なぜならば、心の病気が今増えていますよね、はい、で心の病気を増えるときに精神病と言います、まあ、これは非常におかしな、扱い方、文字の使い方で、当の精神科医の方も精神病とは脳の病気であるというふうにまとめられておられます。でまあ文字的に言うとそれはとんでもない間違いで、申し訳ないですけどお医者さん方にはね、でその脳であるから、その脳の神経の働きをコントロールする抗精神薬っていうのを、処方されます。でもそれでは心は、改善されない、だから、日本人の精神病といわれる心の病の方々は、年ごとに増え続けているというところです。ですからこの際しっかりと、心ということを理解していただきたい。では、次のところ、心とは何かも、直で言いますと、心は感じて気づいて思うこと、つまり現代風に言うと認知機能のことと、もう定義づけ昔からされています。ですからはっきりと感じること、気づくこと、思うことに心を配らないと心の問題は解消されません。ですから、テレビウイルスというようなね、のに長く使ってると、それを全て感じ取るわけですから、そして気づくわけですから、まさしく心の病になろうかと思います。感じることっていうのはね、私たちは耳、目、鼻、舌、皮膚を通じていろんな情報を感じ取っています。で、この感じたものは何なのかということを気づきます。あ、先ほどこう、これ屋外ですから蚊がブロックとしていましたけども、はい、あ、蚊に刺されたんだ、痒いというふうに、して、いやもうこの場から離れようと思うと、まあ、まさしくこれが心の一連の流れなんですけども、ですから、心、日本人の心はどうしてできているかっていうと、感じるものにできている、感じるものによってできている。じゃあその感じるものの大元は何かというと、まあ、簡単ですよね、日本の自然ですよ。いわゆる風であり、日本の風であり、海であり、山であり、大陸であり、人々であり、こういった情報を感じ取って日本人の心根ができていきます。ところがですね、やっぱりテレビ、というものができてからは直接そういったものを感じるんじゃなくて、箱の中の情報を感じるようになっていったと考えています。多分それはだから疑似感覚と言っていいと思います。箱の中にから出てくる音、映像、そういったものを感じたと、思うということが、多分テレビができて以来ずっと、起こったんだろうと。ですからこの心の問題、日本人の心の問題を考えるときに、そういったその間接的なマスメディアとかを抜きにしては多分語れないであろうと思います、はい、ですからもうそもそもの日本人の心根といえば、日本のこの自然にあったっていうだけの結論になりますけども、
ちょっと話を伸ばすと、その心がに問題が生じるのであれば、それは大きな問題は箱の中から出てくる疑似情報によってあなたの心が作られますよということは気づいた方が、そろそろ気づいた方がいいと思います。うん、まあこれも今、ネットではありますけども、その直接的な感覚、よくね、もうさ直感って言うでしょ。はい、あれ直感っていうのをなんかこう、なんかインスピレーションみたいに思ってる、そのまたこれも語訳ですけども、ひらめきっていうやつですか。はい、はい、じゃないんですね。直感っていうのは直接感じたことっていうことです。うん、はい、だから直接こうやって触れればそれが直感です。直接目で見るとそれが直感です。でも手で見て、テレビで見ているものは間接的な直感ということになります。ですからこれをですね、僕らが解決しないままに心の問題を解消しようとしても無理です。理が通っていない。ですからはっきりと心の仕組みとか、そういったことに気づいた後に、また、心の問題を語らないといけないんですけど、今日は日本人の心っていうことですから、はい、まさしく日本人の心は温帯で、ね、一番最初に お話しさせていただいたように、地球上の中緯度にあって、そして温帯で、気温も湿度も、いろんなものが混じって、武田先生もおっしゃったように地球唯一の温帯の島国である、はい、食料が豊富であった、そういった情報によって過去の日本人の心は作られてきた、うんね、だけど今は違うんだということは、一応申し上げておかないといけないと思います。はい、はい、まあ、そんなとこですね。はい、はい、でね、それ前回もちょっとこれ出たんですけども、要するに日本は世界最古級の多部族国家、今アメリカがですね、民族のるつぼとこうなんか言われますけども、はい、もうはるか2000年、前3000年前あたりから、日本は人類のるつぼとなっていた。なんせ飛行機がなければ、もしも今の人類の起源学説に間違いがなければ、アフリカから東に向かえば全部日本に流れ着くっていうか、最終ターミナルが日本ですから、はい、だからいろんなものが集まってこないわけがないんですよ、簡単に考えてみたらね。その中でも、優秀な方々がその天然自然のことをですね、つぶさに観察して代表になっていった、その代表の中の代表は多分天皇家なんでしょう。そして、Y 遺伝子をもとに盤形質を保ってきた、それは日本人が扇だとするならば扇の要となった、まあ、いうのは私の個人の考えです。そして、もともと日本人はですね、職人気質だったろうと私は考えます。ところがですね、いつの頃からか一部の人たちが職人気質だったのが、商人気質だったの、今日本人全部が商人気質になってる。で、職人気質と商人気質の何が違うのかというのを申し上げると、職人気質はまずは家庭を大事にした、その流れを大事にした、でその流れの末に結果があると考えた。商人は流れはどうでもいい、とりあえず儲けが問題であると考えた。そもそもこの商人という言葉はですね、まあ申し上げ文句じゃないんですけども、殷周神官っていう中国の歴史がありますね、その殷という国の人々、これがね商人と呼ばれた人たちなんですよ。まあ、日本人が、外国の方々から、ジャパニーズ、ね、言われますけども、まさしく陰の国の人たちは商人と呼ばれた。でその人たちの、血筋の人たちが日本に流れ着いてきたんだろうと思います。そして、三河商人だったり、堺商人だったり、いろんなところで商業的な活躍をされたんだと思いますけども、その他大勢の日本人は職人気質、物を作る過程、物を取る材料から育てて作っていくというのに心根を置いていたのではないかというのが私の考えです。そしてその新人一年の思想って、まあこれは道元禅師が語ったっていう言われるんですね、正眼、正眼なんとか随法記っていうやつね、ちょっと今名前忘れました、正しい名前すいません。
その中で出てくる言葉ですけども、体と心は一つ二つにあらずという考え方がもう千年近くもはっきりと、日本人の心の中に脈づいています。でこの最後のところに書いている4の2の最後、ラプラスと、西王と、尊徳王と、これねちょっとあの武田先生の解説もいただきたいと思いますけども、昔はあれ何世紀だったんですかね、ラプラス、科学者、でラプラスの悪魔って言ってね、物理法則で全て人間の未来も見通せるんだというふうに、おっしゃった方がいた。つまり論理によって全ては片付けられるんだというその代表的な、ものがラプラスの悪魔ね、もう決まってる全ては。でこの辺りでいいんですかね、間違ってないですか。そうですね、まあ、近代西洋の間違いを代表している人といっぱいいるんですけど、はいはい、デカルトもそうですけど、ラプラスもそうですね、はい、テイラーもそうですね、で次にですね、有名な話、人生万事西洋馬、これ中国、はい、ね、あの西洋という人が馬が逃げられて、自分の馬がで村人がそれは大変でしたねって言ったら、いやこれはいいんだと、幸いだと、そしたらその通り馬が別の馬を連れて帰ってきたね、ああよかったですね、最後このじいさんこの馬が増えてったら、いやこれは災いだとね、そしたら息子が馬に乗って追っちゃげたと、ああやっぱり災いだったんですねじいさんって言ったら、今度はいやこれは幸いであると言ったら、息子以外の者たちは軍隊連れてみんな死んだと、まあ、これは人生万事最後が馬、何が起こるか分かんないと。ところがですね、私は日本人の心根は尊徳王のおっしゃった一言にあると考えているんですよ。その一言っていうのはね、この秋は雨か嵐か知らねども今日の務めに託さとるなり、うん、つまりね、未来はわからない、どう何があるかわからない、ね、まあこれは西洋と同じだけども、今目の前にあることはできる、確実にできる、だから今目の前にあることをやっとこうね、そんなに今年の秋に台風が来て米がどれだけ取れるか心配してもどうにもならないと、今できることを一生懸命やっとこうよといったこの言葉がまさしく僕は日本人なんじゃないかなと考えているので、まあ、ラプラスともう決まってると、ね、いや分かんないんだと、いや決まってるか分かんないか分かんないけど今目の前にあることはできるじゃないかといった、言葉を取りたいと思ってこのお三人の名前を並べたという次第です、はい、その人間というのは五感で感じれて、ね、まあ、判断するわけですね、はい、したがって例えばあの今度のコロナウイルスでも、インフルエンザで1000万人かかって、新型コロナウイルスはたった2万人だと、はい、いくら言ってもね、はい、人間の意識にはならないんですよ、岡江久美子さんが死んだとか、はい、それからあの人はこのくらい苦しいんだっていう個別の情報で決まるんですね、はい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 、例えば70歳代の人の運転よりか20歳代の人の運転の方がはるかに交通事故も死亡も多いと言っても全然頭に入んないんで、70歳代の人がブレーキとアクセルを踏み間違って、コンビニに突っ込んだ映像をやるとそこで70歳代は免許証を取り上げろってことね、はいはいはい、その意味では、うん、まあ今日このね、片山さんのこの訓練場道場道場道場とも言ってないんですけどね、お教室ですね、教室、お教室ここはまあただ板場と板の場だから板場と呼んでますけどもいやこういう大村湾の自然の中で生きる、はい、生きると、はい、まあその人間の精神が正常になるんですが、正常、東京なんかに住んでて、はい、テレビ見てて、はい、マンションから出て、うん、という生活をしてて、うん、それはもう必ず異常になるわけですよ、うんうん、まあ僕は 100% 異常になると思います、うんうんうん、まあ、いつも僕はデザインとして言えば、はい、人間っていうのは四角いものを見てると頭が変になるって言ってるわけです、うん、それはどっちかっていうと四角いものっていうのは自然の中にないんですね、うん、はい、それをずっと四角でこう目で見てると、うん、変な感じになってくると僕思うんですね、うん、だから今 NHK を見て、まあ、民放ももちろん同じですが、うん、NHK を見て作り話、一昨日か先ほどとい、テレビで言ってましたけど、
90年に一度の豪雨が毎年来るって言うんです、うん、90年に一度の豪雨が毎年来るんだったら90年だけどね、あの言葉っていうのは非常に僕は素晴らしいと思ったのは、90年に一度の豪雨が毎年来るということをもうその MC の人は信じてるわけですよ、うん、ね、なんで信じてるかっていうと、もう架空の世界にすっかりいるわけですね、うん、ですから架空の世界にいるので、もう判断力も何もなくなったわけですので、まあ、かなり大変だなと思うわけですよ、うん、それでまあ僕はこの、深い話というのをやろうと思ったのはですね、うん、やっぱり我々はその人工的に作られて、まあ、彼が言う、片山さんが言う何ですか、その外から来る情報を五感で受け取る、その情報自体が現実ではない、そうするともちろん心も現実ではないところに行く、全く嫌いな男性でも好きだ好きだと150回言えば好きになるって言うんですからねだからそのそういう人間の問題点を非常にうまく、テレビはですね、ある時に僕テレビずっと出てたんですけど、よく分かったのはですね、テレビはそれに気がついたんですよ、うん、自分たちは人の心をコントロールできるんだっていうこの甘い蜜を飲んだわけだ、うん、これは面白いということで、それがどん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 、拡張してね、今度のコロナにもなったし、まあ、90年に一度の豪雨が毎年来ますというようになったと。だからその今言ってることがいかにおかしいかっていうこともわからない、だからどうしても人間は不幸になりますから、だからまあやっぱり川棚に住むことですねこちらにね、そう、それからこの友達テレビでも作っていただいた僕のあのもっと違うな、あれの昨日は晴れ、はい、今日も朝っていうのがあるんですよ、はいはい、あれは今説明していただいたこの孫徳王のことと一緒ですね、うん、将来も分かんない、過去もいいやと、今日は朝が来たから一日だけ頑張ろうかというのはね、これね、日本が非常に優れたいい国だったからだと思うんですね、うん、で職人仇もそうなんですが、なぜ職人かっていうとね、日本は全員で米を作り、全員で藁をなえて、うん、そして生活していけたんですよ、だから全部職人なんですね、だから僕らにも職人仇がまだあって、人のやつをあのかすめて取ってやるような商売人は卑しいとこうなるわけですね。で東南アジアに夫について行ったサラリーマンの、我々高級サラリーマンの妻は、向こうに行って向こうは全部メイドを使うから、コンドミニアムに住んでメイドを雇う、ところが日本の奥さんは全部便所掃除からなんか自分でやってしまうのでもうメイドは嫌になっちゃうとまあいうその日本人の気質っていうのは相当特殊なんですね。これは温帯の島国であり、自分自身の努力で生活ができて、かつ外敵が来て殺されることもないと、そういう中で気づかれたことですね。ですからそれから今大きく離れようとしているのは、まあ東京 NHK 東大、あそこら辺全部なくこれから東京も言えなきゃなんか大変ですねはい、はい、次行きましょうか。もうこれ最後ぐらいですからね。自然を3で捉えた日本人とこうありますけども、要するに私たちの言葉を見てみるとこれはっきりしてくるんですけども、例えばですね、諦めるっていうのがありますよね、うん、で今では諦めるっていうのはなんか悪いことのように、うん、よく使いませんか、諦めて、だからいいことは諦めてちゃダメよと、うん、ね、これね、もともと諦めるっていうのは物事の本質を明らかにするということをやってるんだけども、これがひっくり返っちゃってるんですよ。だからその日本人ってのはどうしてかその同じ言葉を表裏使ってしまう、しまった、例えばここに貧乏神、貧乏神と救いの神とかね、あるいは、飽きる飽きるも出てきましたけど、敬うっていうのがあるじゃないですか、うん、はい、敬う、うん、敬うっていうのは仮初めの人って書いて敬うっていうんですよ、うんうん、そして侮るっていうのは毎日会う人、うんうん、これは侮るって書きます。それはそうですよね、桃子さんでも多分武田先生と、うん、もう一年中一緒にいたらね、うん、
侮るように。だから夫婦は別れる。そう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 。たまに会うのがいい。たまに会うのがいい。旦那元気で留守がいい。旦那が元気で留守がいい。流行りましたね。すごい的確です。3って言ってるのは要するに、この2つあるものとプラスこの接触を言ってるわけです。3の結びのところでも言いましたように、極は2つなんだけども、上と下、右と左、前と後ろ、でも必ずこの交点があると。これをゼロ、あるいは日本語ではこれを霊と言いますよね、はい、霊、令和の霊、はい、あるいは幽霊とか言いますけど、あれは霊が霊じゃなくって揺らいでる疑似霊、うん、あれは揺らぎの霊で幽霊ですけども、まあ、要するに幸と、幸福と辛いも裏表で、ここには載ってないですけども、おののくっていう字、はい、ね、戦うという字、同じ字なんですよ。ただ送り仮名が違う。こうやって同じことは裏と表にあるんだ、うん、それが循環しながら入れ替わっていってるのが私たちが住んでる世界なんだということで、常にこの3、産むもそうですけども、この3という数字で日本人は現象を捉えてきてるということを、まあ、ここではお伝えしたかったんですけども、はい、まあ、さっきのちょっと話に戻らさせていただきますとね、本当に今気がついていただきたいのは、心とは何かということにね、早く気がついていただきたい、うん、それはね、感じて気づいて思うことのまとまりである、集積であるということに気がついたら、本当に住んでるところ、うん、見るもの聞くもの、これをね厳選しないと危ないんですよ、うん、で毎日毎日そのマスコミが、マスコミはスポンサーの方向いてるわけですから、私たちの向いておっしゃってくれてるわけではないということをまず気がつかないといけない、うん、ね、そこで見るもの聞くもの触るものということを大切にしながらですね、心を、作っていただきたい。これは日本人の心とはちょっと話が、まあ、若干主題とはずれますけども、それを申し上げておきたいと思います。でもう一つここで言っといた方がいいと思うのは、偏るとあまねく、これも非常に面白いんですけど、人弁がついてる方は偏る、道と信仰がついてる方はあまねく、まあ、ここですよね、大事なところ。僕らは必ず偏っちゃう、うん、まあ、私も桃子さんも当然、武田先生もたまに酒の方に偏る、ね、だから人間はやることなすと必ずとかで偏るんですよ、うん、だからそれは知っといた方がいいよっていうのが、この文字。僕もちゃんと酒をセーブして飲んでます。偏ってるから、ね、お伝えしたいなと思いました、はい、これね、非常に本当にもう何回でも言いたいんですよ。本当今日本人の心がどんどんと蝕まれて、うん、毎年毎年どんどん、今ね、大体300万人を超えてますね。2000年4年あたりで精神疾患者数の数 と、2015年あたりの厚生労働省、うん、厚生労働省かの統計を見ますと倍近くに跳ね上がってます、精神疾患という、うん、まあ、今は精神疾患者っていうのはほとんどの日本人じゃないですか、ね、うん、だからそうなっちゃうんですよね、まあ、まともな人も少しはいるけど、だからもう全部こんなことを忘れちゃってるからだと思いますよ、神社のことや。そうそう、これで終わりですか、うん、はい、フリップはもう一個ある、もう一個あるかな、まあ、これはそう、だから酸っていうのは現象が起こる、はい、うん、でこれは分化しました、はい、これは未分化である、はい、でこれはこのゼロである。だからおにぎりと、はい、一緒ですよ、串丸三角四角ですよって、これ酸なんですけども、うん、なるほど、日本のおにぎりってのは面白くて、白地に赤、そして黒、うん、でこれ全部流れ、そして三角、うん、ね、死ぬ時も三角ってのは手の形が三角になるからじゃないんですか。いや違います、違いますか。ちょっと酒屋先生だからあれですけど、死ぬ時はですね、私たちの里では丸に、ま、握るんです。なるほど、だから丸に帰るって。なるほど、生きてるうちは三角なるほど。そうなんですか。あ、この地域の風習ですか。ここではなくて、私が生まれ た、 そうで、福岡で生まれたんですけど、そこでは必ず風習で死ぬ時は丸く握る、あ、円に帰る、でも生きてる時は三角形、うん、だから丸いおにぎり、子供だから握ってると縁起が悪いって言って、うん、何やってんのって怒られました。あ、そうですか、はい、今日のこの最後でですね、はい、まあ、最後じゃないんですが、一応一区切りをするわけです、はい、はい、それでもちろん
僕と片山先生とか意見が一致しちゃダメですからね。それはそうですよね。はい、何しろさらに深くいけませんから。はい、仲良しごっこしてるわけじゃない。そうそうそう、深い話ですからね。僕はね、今この図でいいんですが、この世の中、まあ3が中心だと、まあ、それによって現象のですね、言われてるけど、僕はそういうのってものすごくあるんですよ。はい、物理の世界でもね、ものすごい偉い先生がね、この世の中4だとか言ってね、論文書くわけだ。そう、全部4で整理してる。あ、4でね。もう4で綺麗に整理してる。ほいでもう4だっつってね、もうものすごくこう、なんちゅう、こだわるわけだ。で、僕がこう見てるとね、僕はちょっとこういう性格なんで、まあ1でも2でも3でも4でも10でもいいじゃないかと。まあ、言ってみれば世の中の現象とか整理とか考え方は1の時もあるし、それから2の時もあるし、裏表とか3もあるしね、まあ7だったら7もあるかもしれない。それが分布してて多いやつとか少ないやつあるかもしれないけど、七五三とか、そう、これね、先生、申し上げてはないですけど、要するに日本人の考え方っていうのは偶数奇数で、偶数のまとまりは、すいません、今ね、これちょっと音が鳴ってるのは、私が見てる競輪選手が今から走るっていう合図なんですよ。なるほど。はい、すいません。はい。いや、いいよ、走って。いやいやいや、これ今から走るんで、画面をちょっと、見なさいと。いつもは見るんです。今日はちょっとお話しさせてて、これ電気切ってたんですけども、申し訳ありません、この時に。はい、先生がいつもあれですよね、要するに体をメンテナンスとかご指導されている方が、まあ、競輪の先生が、はい、でも体の姿勢を整えようと思ったら、へそ曲がりって言うんでしょ、はい、曲がってるんですよ、本当に。へそ曲がってる、本当に曲がってます。だから武田先生かなり曲がってるちょっと反論するとすぐに反撃が来るってのがダメなんだよ。論議しないといけないと、それを飲み込んでやんなきゃならない。先ほどおっしゃってくれたんで、ちょっと今申し上げて、あのね、今の競輪選手の音が鳴ったんで非常にいいんですけど、まあ片山先生に指導されてる競輪の選手はすごく腕が上がるんですよ。あの競輪の速度を上げるんでも、このくらい深い考えがなきゃダメだってことなんです、3だとか5だとか、はい、そうでしょ。いや、それと体と心は別じゃないっていう、基本がそこにあるんで、そう、はい、だから競輪選手のスピードを上げるためには、この霊とか、なんかクワクワとか、だから体は必ずここに来たらちゃんと霊をしますよ、霊に始まり霊に終わり、そう、だから非常に相互に関係してるけども、だけどね、僕はね、今ここで言ったら、さっき詐欺がね、こうずっと飛んでったんですよ。飛んでましたね。詐欺っていうのはあれ自然物の一つなんですよ、そうでしょ、であれ多分ね、こういうこと考えてないと思う、考えてない、考えてなくても結構立派に生きてる、もう非常に生き方も何も合理的、魚の取り方から、だからまあ人間は知恵ができて競争力は上がった、だからライオンは百獣の王なのに人間のために檻に入ってる、あれはなぜかって言ったら人間の大脳が力を占めてることであって、本来の生きていくと、自分自身で生きていくという力には、どうも合理性とか学問とか、そういうものはあまり重要ではないとも考えられる、まあ学問的に考えれば、他をやっつけるには考えが必要だ、他をやっつけないで、今日も朝起きて畑を耕して、ね、ばあさんとおむすび食べて、それで夕方になったら味噌汁飲んで風呂に入って寝ると、そして天の恵みを感謝して生きていくと、いうようなことから離れすぎてるってことはありますね。そうですよね、要するに僕らはこの心と精神を分解したでしょ。そもそも精神っていうのはもうそもそも全体ですから、それを僕らが勝手に大脳進出で分けちゃって、で心をどうだこうだって言いながら精神病とつけてると、もうこれではね、ちょっと日本人の心が治るどころかどんどんと悪化していると思います。今日もこれ最新鋭の、ビデオかなんかで撮ってるわけですよ、で我々はこういう最新鋭のビデオなり新幹線なり、というものと付き合いながら、
本来の人間の心っていうか、うん、生き方っていうか、うん、詐欺が飛んでるような、うんはい、そういう状態が多分一番いいんでしょうね。はい、あのね、まあ同じ意見を言ったらいけないっていうことなんで私の意見を述べさせていただくと要するに私が考えている自然っていうのはこれも自然なんですよ、ね、全て自然。ただこういう形に今なっている人工っていう名前をつけるんだったら人工自然、ね、原質、海は原質自然、これは人工自然。その要するに一旦分かることはできないんだということに戻った方がいいよということなんですよ、うん、分けてることっていうのは便宜上生きるに都合がいいけどそもそもは分かれてないんだと、うん、この人工自然もこのテーブルも私も全て一体であるんだということを多分イニシエの日本人は括弧として持ってたんだと思います、うん、だけどあれですよ、はい、近代的な東京の四角いガラス張りのビルよりか、はいはい、やっぱり片山さんの道場みたいにどっかいろんなとこから廃材持ってきて三角形に作ったやつより、はいはい、やつの方が人間の心は痛めませんね、はい、現実は、うん、まあ、ここに流木があるの反論じゃないんですよね。これも綺麗な木だったらダメなんですよ、はい、過剰になっちゃったんですよ多分、うん、人工自然が過剰になりすぎて天然自然に触れる機会が少なくなりすぎた、うん、これが結局その過剰過小の問題だと思います。ですから人工自然で頭おかしくなった人は、天然自然の方により戻せと。もう非常にそのなんていうんですか抗精神薬で脳をごちゃごちゃにする前にそう、はい、その天然自然の方に触れろと。だいたい海水浴にも行かない人っている、はい、いるんですよ。いやいやびっくりしました。僕なんかね、はい、1年に1回も海水に浸からなくて、はいはい、まともな精神でおられるってことはないと思いますよ人間の構造として浸透圧とか、はいはいはい、まあ住んでる人ね山に住んでる人は入れないかもしれないからまあ一概には断言できないと思いますが、まあ、要するにね人工自然の中からもう少し天然自然の方に寄らないと伸びすぎた筋肉が切れるようにあるいは縮みすぎた筋肉が痙攣するように過剰になったり過小になったりしてますよ、うん、それが心の病ですよ、うん、ということをはっきりと申し上げたい。だからそれは精神病ではなくって、心の病である。だいたい、はい、左の手が五十肩で上げられない、はい、でそれをもう無理やり痛いのを克服して上げようとするね、はい、痛いと言ってんだからやめてやったらどうかと、はい、まああなたのもう犬からしたらおバカの所業ですよ、ね、だけどそういうことになるという原因は人間が作り出した人工的な五感に対する攻撃によってなってるんだと思うんで、はい、まあそういうことですね。まあ来月再来週かな、はい、から第2部に入りますが、なるほど、第2部に入る時には、はいはい、ますます片山先生の、はい、論が鋭くなって、はい、今気がつきましたけど、はい、やっぱり武田先生の意見を丸呑みしてはいけないと、はい、全然面白くも何ともないとだからやっぱり思ったことは正直に言っていくと、そう自然のままにっていうことですね。しかもこの桃子さんもかなり強い性格ですから、ね、はい、もう女性の形はしてますがようやくですか。ようやくですか。昔の人間なんで、はい、もう一日でも先に生まれた人は先輩、はい、その三歩下がって死の鍵を回すそういうのがね心根にあるんですよ。ですからこういう場で武田先生とお話しさせてどうしても引きがちになるんだけど、いや引いた方がいいよ、はい、やっぱりね人間というものは、はい、つまり祖先というのを、はい、敬うと、はい、いうことが基本だから、はい、そうですね、だけれどもその後の話でも見てくださってる方々には多少異論が出た方が、はい、比較して楽しみだと思うので、うん、世代も全然私たち違いますからね。はい、ということです。あなたは全然違うって言ってるわけそれ強調してるわけいやもう一段若いといろいろな考えがあるっていう中でも、はい、まあ代表例っていうことでね、はい、一応まあ性別も違いますけども、ね、はいはい、じゃあまた第2弾が楽しみですね。もしも、はい、お時間いただければ、はい、ねやっぱりね、はい、こうじっくり分かってね、はい、多くの人が精神的苦痛から解放されてほしいって思うわけ、はい、私もそうなんです、うん、そう全くそれは簡単です、うんうん、基本とシステムが間違いに気づけば、うん、本当に難しい話、まあ、お金があれば社長に来て川棚に来てこの辺でまあ2週間ぐらい修行してご飯作ったり、うん、
したらまあ治るでしょうけど、まあ、昔も今もそうなんですけど、うん、あの競輪選手なんでお金稼ぐ人は、あのやっぱ奥に近い、うん、超えることもあるんですよ。 その人たちがここに来る、うん、羨ましいって言うんですよ、うん、私はその人たちの収入の何十分の一もないみたいな暮らしで、であの冒頭にもあの打ち合わせで話しましたけど、あだ名はもらえもん、もらって生活してるね、机もあのお車も自転車もいろんなものをもらってる。それでも奥を稼いでる人たちは羨ましい。そう、まあそれは正しいんですよね、はい、うん、人間、日本人本来がこういうところで生活して、うんうん、こういうところで生活して1億が一番いいですね。あ、それはそう。はい、あのもうそれはもう私も拒否します。住んでいただければ、はい、あのドラえもんでいただければ。そうそうそう、はい、じゃあそろそろそれもバランスっていうところでね。そうですね、はい、はい、ということですね、はい、はい、まだまだお話は尽きないようですけれども、まあ、あの4回目ということで、今回は、まあ、日本人の心の姿勢ということでお届けしてまいりました。この後も片山先生にはご登場いただきまして、さまざまなお話を武田先生と共にしていただく予定でおります。それでは時間になりましたので、以上をもちまして第4回日本人の心の姿勢をお届けしてまいりました。以上、ここまでは一般財団法人姿勢活術協会の司祭塾代表片山健先生、そして武田先生、ありがとうございました。どうもありがとうございました。